AKB48 AKB48 選,選, AK 選抜総選挙 AKB485 サードシングル世界選抜総選挙 AKB485 サードシングル世界選抜総選挙世界のセンターは誰だは、AKB48 の53枚目のシングルに参加する選抜メンバーをファンによる投票によって決定するイベントである。この選挙の上位十六位までのメンバーが 2018年9月19日発売のゴーサードシングルセンチメンタルトレインの世界選抜メンバーとなった。2018年1月21日に開催された第3回 AKB48 グループドラフト会議において開票イベントの開催地募集告知とともに第10回選抜総選挙の実施が発表された。第10回を記念して 日本国外の AKB48 グループも対象とした世界選抜総選挙として開催された。前回同様に立候補制が採用され、遺跡、兼任を除く日本国外グループのメンバーにも初めて立候補資格が与えられた。なお、JKT48 は開票イベント当日がインドネシアにおけるイスラム教場の祭日であるレバランに重なることから、 メンバー全員の立候補が見送られた。2019年3月13日に第11回 AKB48 選抜総選挙を開催しないことが AKB48 公式ブログにおいて発表され、2009年の第1回開催以降、初の見送りとなった。翌2020年以降においても実施されていないことから、この第10回大会が現時点では、 最後の AKB48 選抜総選挙となっている。開票イベントが開催された名古屋ドーム前年の第9回選抜総選挙は沖縄県豊崎海浜公園豊崎チュラサンビーチで開票イベントを行うため会場の設営が進められていたが開票日当日の公典により観客の安全性が確保できないことから屋外での開催が中止となった。このため 富城区市立中央公民館大ホールに場所を移し、無観客で開票イベントを実施するという事態になったことから、2018年の第10回選抜総選挙の開催に際しては、以下の条件を満たす開票イベント会場を公募した。設備、屋根があること。イベント開催日、2018年6月16日から、準備。 結集等の作業があるため前後数日使用できること。会場規模、数万人収容できるスペースがあること。宿泊施設、数万人規模に対応できる宿泊施設があること。1ヶ月余りの募集期間で、高松市や岡山市、台北市など国内外合わせて105件の応募があった。最終的に、名古屋ドーム、北九州メディアドーム、 別府国際コンベンションセンターの3カ所に絞られ、4月19日放送の AKB48 のオールナイト日本において、名古屋ドームで開催されることが発表された。富士テレビ系列で、第10回 AKB48 世界選抜、総選挙2018と題して開票イベントの模様が6月16日の19時から21時24分まで、地上波により7年連続で、 生放送され、番組 MC は、宮根誠二と、三田由り系アナウンサーの二人が担当し、ゲストは副音声も担当する、指原里乃と、三つ、マングローブ、長島和茂が出演した。BS カッパー。でも、AKB48 個サードシングル選抜、総選挙コンサートから午後8時まで独占制、中継として二部制で、 コンサートと開票イベント前半部分の模様が10時30分から20時まで生放送された。開催地である名古屋市に本社を置き、SKE48 の冠番組、SKE481 プラス1プラス1は3じゃ、ないよ、を放送する東海ラジオ放送は、同番組の特別番組として、イベント終了直後の名古屋ドームから生放送された。 以下のいずれかに該当するものに投票権がある。2018年3月19日の開催発表時点で下記の条件を満たすメンバーが立候補受付期間内に指定の場所に設置された届け書へ選抜総選挙候補者届け書を提出することで非選挙権者となる。本節以下における所属チームは立候補時点で発表されていたものである。 兼任メンバーについては本席のみの記載とした。チーム8メンバーの兼任先チームについては、下記の通り省略表記とした。立候補者のうちは、前回立候補しなかったメンバー。AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48、BNK48、TPE48、不参加者数。 155名は立候補締め切り日以降、開票日当日までに AKB48 グループから卒業、または卒業発表をしたメンバー。AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、JKT48、概要説において、記述の通り、メンバー全員が立候補しなかった。メンバーの詳細については、 注釈を参照。BNK48TPE48 立候補受付時点で卒業発表をしていたメンバー立候補受付期間に卒業発表をしたメンバー1から16位の16人が兄弟曲の5サードシングル世界選抜メンバーとなる。以降、17から32位の16人はアンダーガールズ33から48位の16人が ネクストガールズ49から64位の16人がフューチャーガールズ65から80位の16人がアップカミングガールズとしてそれぞれの楽曲に参加するほか81から100位の20人が特別枠として追加された第10回世界選抜総選挙記念枠に選抜される第2回以降で初めて第1位経験者が立候補しておらず 誰が選ばれても初の1位という状況にあった。SKE48 の松井樹里奈が AKB48 出身メンバー以外で初の1位を獲得した。2位は同じく SKE48 に所属する須田明で SKE48 が上位2枠を独占する結果となった。3位には HKT48 の宮脇桜。4位には NGT48 の小木野由かが選ばれ、AKB48 メンバーの最上位は5位の岡田、7で AKB48 メンバーが1位争いに食い込めない状況となっていた。日本国外グループのメンバーでは、BNK48 のチャープランが39位、ミュージックが72位にランクインしたが、TPE48 からの当選はなかった。総得票数は、 前年から454,284票増となる過去最多の3836,652票であった。なお、松井は総選挙直後より体調不良のため活動を休止し、楽曲にも不参加で発売された。これが後に松井が SKE48 を卒業する要因とされており、2021年4月11日に行われた。 自身の卒業コンサートにおいて、リハーサルからすごく悔しくて、なんで、名古屋ドームでやるのに、SKE48 の曲が少ないんだろう。とか思っていたら、リハーサルに出られなくて、一人で部屋で泣いていました。そうしたら、メンバー全員が部屋に来てくれて、なんでうちらのたまりなさんが、リハに行かないんですか。かっこいいたまりなさんを見せてくださいよ。って駆け寄ってくれて、 もしあれがなかったらもっと早く倒れてたし、総選挙のステージにも立てなかったと思います。でもそれを一番分かってくれるのはメンバーでした。いつの間にかメンバーに引っ張られてきたんだなと思ったら、何かすごく頼もしくて、だから卒業を決めました。と当時の状況を語っている。8月13日に開催された AKB48 グループ感謝祭。 ランク外コンサートでは延長戦として101位から120位までが発表された。所属における分類は以下の通り。100位以内に入ったグループ別のメンバー数は過表の通りとなり、前回に引き続き AKB48 が最多議席数を獲得した。前回同様、公式サイトにメンバー全員の公約が掲示されている。目標順位達成者は過表の通り。 ストリーミングサービスショールームによるアピール配信イベントで日本国内グループメンバーが参加する。今回は各グループのお守りをかたどる願掛けアイテムが導入されている。配信期間は2018年5月24日17時から6月15日15時。ありがとうございます。